後半始めはですね、ちょっと私にとって特別な曲を演奏したいと思います。ステファン・ラングフォードさんという方の作ったフェアリーテール、おとぎ話っていう曲なんですけれども、実はこの曲にはちょっとストーリーがありまして、今月の初め頃、私の母がたまたまイギリスにピアニストマガジンっていうピアノの雑誌があるんですけれども、そのなんかオンラインのウェブサイトみたいなところにとある記事が載っていて、毎年作曲コンクールが、その雑誌がやってる作曲コンクールが毎年あるんですけど、その2023年の優勝者の方の記事で、そこになぜか私の名前が載ってたんですね。で、なんで私の名前が載ってるんだろうと思って読んでみたら、その作曲家コンクールで優勝した人がこのフェアリーテールっていう曲を YouTube のピアニストの前木宮下に捧げてますみたいなことが書いてあって、そうなんです、すごいですよね。愛せないし。で、なんかその記事を読んでみると、その方が私を初めて知ったのが、その10歳の時にアイランダーズレスを弾いてる動画で初めて私のこと知って、そこからずっと応援してくれてるみたいな。まあ、YouTube ってほんとすごいですよね。こういろいろいろんなとことつながったりできるので、本当に。で、そのままそうですね。で、それでその人、それはどんな曲かすごい気になるじゃないですか。で、まあ、YouTube とかにもそのピアニストマガジンのページとかに一応この曲載ってたんですけど、本人にやっぱ楽譜が欲しいなと思って本人を探してみたら、 YouTube で調べてみたら、私の動画にいつもコメントくれる人だったんですよ。そう、最近の動画までもういつもコメントくれてる、本当に応援してくれてる人 で、だからその人にちょっと変動画、その人の動画にコメントして、記事読んだんだけどって、まあ、1年越しですよね、去年の記事なの で見つけたのは今月の初めで、そう、なんか見つけたんだけど、ぜひ弾きたいから楽譜送ってくれないって言ったらすごい喜んでくれて、そうで、メールで楽譜をね送ってくださって、まあ、ついでにすごい喜んで、ついでにその自身のいろんな曲とかアレンジとかもいっぱい送ってくれて今日はまずそのおとぎ話、それそのインタビューの中でなんでこのおとぎ話を私に捧げてるかっていうと、なんかきっとね、そのピアニスト、前木宮下っていうピアニストを捧げてます、きっと彼女の人生もある意味でおとぎ話のような人生なんじゃないかなと想像しますみたいなことが書いてあって、まあ、確かにと思って、おとぎ話みたいな人生かもなってまあいろいろね、アメリカ行ったりとか、すごいいろんな面白いこと起きる人生だなと思いますし、で、そう、このおとぎ話って曲をまず弾いて、で、そのステファンさんの、編曲した曲を2曲、オーバーザレインボー、虹の彼方へと、マイフェイブリッティングス、私のお気に入り、でその3曲を弾きたいと思います。Thank you.
ファジルサイというトルコ人の作曲家の曲を弾きたいと思います。ファジルサイっていうのはまだ生きてる方なんですけど、あ、作曲家でもありピアニスト、素晴らしいピアニストの方で、あの、私本当に大好きで、なんで大好きかというと、まず彼はあのクラシックのピアニストとしても本当に素晴らしいんですね。だけどすっごく個性的で、もう自分の世界観をすごく持っていらっしゃって、あので、自分あの作曲をその方を勉強してきた、専門でやってきたってわけじゃないんですけど、曲を自分でも作っていらして、あのファジルサイ、特にこの今日弾く3つのバラードっていう曲があるんですけど、特にこの作品はあのもうなんていうの、根底にすごい悲しみがあるというか、もうなんかずっと泣いてるみたいな感じなんですけど、でもなんか私そういうなんか人のネガティブっていうか暗い感情とかが入った曲がそんな好きってわけじゃないんですけど、ファジルサイの曲はなんか聴いてるとなんか幸せになってくるんですよね。すごい悲しいんですけど、なんかこの世界ってで、なんか人として生まれてきたことってなんか素敵だなみたいな感じに思わせてくれる曲です。ファジルサイの3つのバラード、ナチム、クムル、セベンレアデアっていう3つのバラードを弾きます。Thank you.
ギャンブルといえばラスベガスじゃないですか。で、私も一回ラスベガスにコンクールで行ったことがあって、ホテルの中にカジノがあるんですね、どこのホテルも。で、なんか私のアメリカン人の先生はそういうカジノとか大好きなので、ついてきたんですけどまあそんな思い出があります。私はやってないんですけど。じゃあ最後は上原ひろみ、ギャンブラー。Thank you.
ポップスとか一個も弾いてないんですけど、ちょっとアンコールではポップスを藤井風さんの花。おー。